交換。その1。安之助はため息をついて、凍えた両手を日よけの上に伸ばした。だが、そうしながらも、目は机の上の書類から離さなかった。わからない。どうしてこれがいけないのだ。彼は口の中でつぶやいた。この計画は、最も現実に即したものだし、どこに一つの不正の入り込む余地はないじゃないか。面長で、引き締まっている彼の顔は、以前よりずっと明るくなり、健康な緊張と充実感が現れていた。髭の剃り跡の青い方も血色が良く、つやつやとしていくらか肉づいたようでもあった。事実、二つの問題を除けば、彼の生活は好ましいものであった。極めて好ましい、と言ってもいいほどであった。結婚して40日足らずであるが、もう何年も経っているように、妻の園子とも義理の父母ともうまくいっていた。義父の劇は62歳であった。体も顔も丸々と肥えているが、酒は少しも飲まなかった。前には付き合い程度には飲んだらしいが、医者に中風の気があると言われたそうで、今では一滴も口にしなかった。柔和な顔つきが示す通り、温順一方の性質で、いつもニコニコしているし、言葉つきも女のように優しく、のんびりしていた。今日は非番だから、私は恋でも釣りに行ってきましょうかね。などという調子である。道楽といえば釣りぐらいのもので、しかも恋釣りにかけては、なかなかの腕を持っていた。義母の幾は、後添いであった。劇の前の妻は15年も一緒にいて、一人も子を産まずに死んだ。幾は17の年にその後へ来て、すぐにその子を産んだが、後はできなかった。そのためでもあろう。35歳になるのに、7つ8つは若く見えたし、自分でも若作りにしていた。劇に対しては、表面は妻らしく仕えているが、27という年の差から来る、いろいろな意味での、不満は抑えようがないと見え、綿に包んだ辛辣さで、しばしば夫に当たり散らした。女というものは、たまには嫉妬も焼いてみたいものよ。でも、あなたでは、それも望めないわね。そんなことを、つけつけ言うのであった。元来が賑やかで、明るくハキハキした性分らしい。派手好みで、芸事や人付き合いが好きで、同じような友達と絶えず何かの会を催したり、よく芝居見物や遊山などに出かけた。芝居は小引町の河原崎座がひいきで、興行ごとに欠かしたことがなく、狂言代わりには必ず茶屋から番付を届けてきた。その子は多分に母の血を受けていた。すべての好みが母とよく似ていたが、ただ自分では何にもしなかった。芸事はもちろん、針も持てないし、煮炊きも洗濯さえもしなかった。肌へつけるようなものまで平気で下女に表せていた。それは甘やかされて育ったというばかりでなく、生まれついた性質のようであった。寝る時も着物は脱ぎっぱなしだし、うっかりすると、着たままで寝た。寝巻きは派手な柄の長襦袢で、構わずに置けば、いつまでも同じものを着ていた。遊びに出るのは好きで、母にもついて行くし、自分の友達などともよく芝居へ出かけた。何かの会とか集まりとか、人を招くとか招かれるとかいうことが日課にあげずあった。そんな時でも、ふとすると、神化粧や、着てゆくものに凝って、ご半日も周りのものを孫つかせるが、大抵は人任せで、母とか小間遣いの言うままになった。風呂は毎日入った。風邪をひいて熱のあるような時でも、一度は必ず入るのであった。日に幾度となく鏡に向かい、化粧を直したり、髪をいじったりする。そうして、自分の体を眺めたり触ったりするのが、何より楽しいらしい。また、自分の体で確かめるもの以外は何も信じないし、愛しもしないようであった。あなたは園子のものよ。園子のものね。もっとこうして。ネアではいつもこう叫んで、お互いの素肌をもっと膠着させ、引き締め、押し付ける。それはその動作から生まれる快楽というより、自分の体で、夫の体を確かめている、という実感の喜びのようであった。安之助ははじめ、そういう妻に当惑した。妻のすべてが、彼にとっては異想外であり、放埓に見えた。こういうのを、娼婦というのではないか。はじめはそう思いさえした。ことにネアではそうであった。ネアの園子には、慎みとか、恥じらいというものがなかった。全身を快楽に浸しきり、満足の叫びを遠慮もなく叫んだ。また、満足はしばしば、次の満足を求めて、飽くことを知らない、という様子を見せることも少なくなかった。その3、安之助は汗の香りに包まれていた。けれども、それはいつものようにではなかった。暑いほど体温の高まった妻のしっとりと湿った柔軟な体は、今彼の腕の中で気体と糖水のために溶けている。滑らかに弾力のあるその肌からは、ほのかに、けれどもはっきりと汗の匂いが発散していた。それはいつも彼に生気を与え、彼の中に力を呼び起こす匂いであった。彼は確かにその匂いを感じていた。園子の汗の、例えようもなく、かぐわしい匂いに包まれていたが、それに浸ることはできなかった。抱擁から来る満足もなかった。抱擁は、その仲間で彼を疑惑に突きのめし、高まった感覚は、高まったまま、彼の内部で氷のように結晶していた。俺の耳の早まりだろうか。もう、四半時もの間、安之助は同じことを自問自答していた。いや、今度こそ聞き違いではない。安之助は女に触れたのは妻が初めてである。寝屋事などもまるで知らなかった。けれども、青山新次郎の家で集まるような時、そこで交わされる会話から断片的な知識は自然と得ていた。それはごく断片的だったし、誇張と嘘の多かったことは結婚してから分かったが、中には思い当たることもかなりあった。園子の感覚が話に聞いたのとは違って、初めから少しも困難はなかったし、むしろ驚くほど敏感で、求めることが強く動作のコーチであることも、時にそういう体質があるという話を思い出させた。しかし、この間に前後3回、園子はボーガの状態の中で納得のいかない漂白をした。抱擁の経過がある点に達すると、女性はしばしば相手の名を続け様に呼ぶ。それは極めて普遍的なことらしいが、妻はその中で他の人の名を呼んだのである。逼迫した激しい呼吸と舌のもつれた不明確な発音だから、2度までは聞き違いかと思ったが、その夜はもう自分の耳の誤りとは考えられなかった。暖かく、夫に抱かれながら、園子の頭の中で、けだものという言葉が聞こえた。新次郎の声である。新次郎はよく彼女をそう呼んだ。この綺麗な、可愛いけだもの目。そしてひどく乱暴に愛撫するのだが、園子はそれが好きであった。優しくされるよりは、そういう風に扱われる時の方が良かった。そうされると、体中が痙攣するような刺激を感じた。けだもの。この可愛いけだもの。心の中で口真似をしながら、園子は高ぶった動作で、夫の体へ手を回した。その2。けれども、今安之助は妻を愛していた。園子のすべて、欠点であり、放埓と思われるものまでも、溺れるほど深く愛するようになった。どうしてそうなったか、理由は自分でもよくわからない。言ってみれば、はじめに彼を当惑させたものが、逆に彼を引きつけたようである。その子の場合、自堕落や放埓に見えることが、実にのびのびと自然であった。慣れてくると、その放埓や自堕落の中に、他のどんな人間にもない、自然の美しさと意志が感じられた。安之助が何より驚いたのは、園子の汗の匂いであった。昔どこかの国に、花のような香りの汗をかく王妃がいたそうであるが、園子の汗は、その伝説を連想させるほど、ほのかに甘く、かぐわしい匂いがした。もちろん、香料ではないし、大衆というのでもない。園子には、大衆はほとんどなかった。汗をかいた時にだけ、その汗が匂うのであった。彼は密かに思ったことがあった。この匂いには何か貴重なものがある。これは男を蘇らせ、男をより男にし、男に生気を与えるものだ。安之助はそれを現実に感じた。不思議なことであるが、妻に求められて、妻の根屋へ行くときには、かなりな負担と鬱陶しさを感じるが、根屋から妻の汗の匂いに包まれて出るときには、話に聞く一般の例とは反対に、爽快な力の充実と、生きることの自信に満たされるのであった。よし、やってやるぞ。いかに困難なことでも、やってのけられそうな、闘志、征服欲といったものが感じられた。兄たちや妹までが羨んだように、藤代との縁組は成功であった。経済的にも、彼は役料を120石もらっているが、それを夫婦だけで使っていいし、それで足りない時には、妻が母からいくらでもせびった。劇はおとなしい一方で、何も言わず、幾も若い夫婦のことには口を出さなかった。夕下だけはみんなと一緒にするが、あとは全く二人だけの解放された自由な生活をすることができた。この間に、安之助を悩ませた問題が二つだけあった。一つは、青山新次郎の失踪である。安之助が祝言の日取りを知らせに行った日から、新次郎は行方知れずになった。そして、他にも不謹慎の咎があるということで、狐小路の家は没収、家名断絶の処分を受けた。その厳しすぎる処分も意外であったが、青山の失踪した理由がまるでわからなく、生死さえもわからないのが絶えず気がかりであった。他の一つはもっと重大であった。安之助が役に就いたのは、田沼一派の非正と悪徳を摘発するためであった。彼は少し前に復活された勘定吟味役の所管に入ったのであるが、会計検査官とも言うべきその役目は、同時に反田沼派の密偵というに近い意味をも含んでいた。なぜなら、現在では彼は決まった日に松平越中の神の屋敷へ行って報告をする義務があったからだ。そこには明らかに密偵としての役割があった。彼がそれを不愉快に思わなかったのは、田沼氏一派の退場を望ましいと思ったからである。田沼親子は、あらゆる醜聞の中で、平然と栄養映画にふけっている。官職の要席は、賄賂と情実で占められ、政治は軽薄な思いつきと、起き継ぐその人の好みによって左右され、特に次々と発せられる広範な課税政策は、可憐長久にさえ傾きつつあった。殿の神を、あの席から放逐すべきだ。安之助は、そう思っていた。それでむしろ進んで、密偵に近い役目をも果たしてきた。しかし、実際に当たってみると、期待していたような事実が、なかなかつかめなかった。要職が、賄賂と情実で買われているというのも、田沼親子が、栄養映画にふけっているというのも、巨評のようである。異性と言われているものも、これまで調べた2、3の例では、極めて妥当であるか、現実に即したものであった。今、机の上に広げているのは、手賀沼、印旛沼、干拓の主意書というのであるが、それは失業者の救済を兼ねた電池の開発で、反田沼派の非難するような無意味な事業でもなければ、不正な取引などの存在する余地のないものであった。なぜこれがいけないのだ。これはむしろ緊急を要する事業だし、実際問題として大きな価値があるじゃないか。安之助はそうつぶやいた。それとも、俺にはまだ、この計画の裏にある不正を突き止める目がないのだろうか。彼の後ろで、襖が開いた。派手な長襦袢に、しごきを締めただけの、今、ヤグの中から抜け出てきたらしい、寝乱れた姿で、その子がこっちへ入ってきた。着崩れて、引きずるような裾から、つま先の桃色になった小さな素足や、白くすんなりと伸びたすねのあたりまでが、歩くたびに生めかしくあらわに見えた。いつまで起きていらっしゃるの？その子は夫の後ろによって、猫の子のように甘えた鼻声を出しながら、両手を夫の首へ巻きつけ、両方の膝で夫の体を挟んだ。袖がこかれて肘のところまでむき出しになっているし、丸く張った膝頭も、襦袢がはだけて裸になっていた。お借りの友をするので、地理を調べているんだ。眠れないわよ。うん。その子は、腕と膝とで、夫を締め付けた。お役所の仕事は、お役所でなさるものだわ。家へ帰ったあなたは、その子の夫じゃないの。ねえ。したったらずな、粘るような調子である。彼女は首を伸ばして、後ろから夫に柔らかく頬ずりをし、衝動的に強く首をすった。後がつくからよせ。いらっしゃればいいのよ。さもなければ、本当にあざにしてあげるから。今日は非番の約束だったろう。それがダメなのよ。その子は、そそるように体を揺らした。一人じゃ頼りなくって、ヤギの外へ、転げてちゃいそうな気がするの。抱かれてじゃなければダメなの。あなたに抱かれてでなければ眠れないのよ。安之助は昨日もそうな顔をした。近く小金ヶ原で将軍の狩りがある。小金ヶ原は印旛沼や手賀沼に近いので、友をしていったら現地を調べたいし、その前に首相もよく検討しておきたいのであった。しかし彼は諦めて、書類を閉じた。まあ、嬉しい。その子は荒々しく、夫に飛びついた。抱いていってちょうだい。